さあ今回の演習を通してえ若干電磁場中でのイオンの運動の考察が面倒な問題を経験することにしますまずは状況を確認しますえここにイオン源があってプラスイオンを発射しますそしてそのイオンがですねこのコンデンサーに打ち込まれるんですねでコンデンサーの右端から少し離れた場所に的ターゲットがありますその距離はラージエルになっていますね それからこの、えー、極板の面積は L 字上に設定されています。そして、えー、プラスイオンはですね、しばらく等速直線運動を起こしてここに打ち込まれますけれども、打ち込み位置は極板位置からスモール D 離れた場所になります。それから、えー、コンデンサーの極板の間隔はラージ D に設定されていますね。あと忘れてはいけないのは、問題の図には書いてありませんけれども、本文にですね、この装置全体が この大きなコイルの中に仕込まれていると書いてあるんですね。えー、これはそのコイルのう線の断面だと思ってください。そしてこのコイルに電流を流すことで、えー、右向きの磁場をかけることができるようになっています。このコイルは描かれていませんから注意してください。いいですか磁場はね、ここだけにかかるんじゃないですよ。このコイルの内部全体にかかるようになっています。そこも注意してください。そして、 X 軸方向に速さ V0 でプラスイオンを発射をしますで。しばらくですね、この磁場がかかっていない場合のこのイオンの温度を考えます。そうすると、こいつは等速 V0 でこのコンデンサの極板内に侵入してきますね。その後の温度を解析をしましょう。はい。で、X 軸は問題に設定されていますから、あと必要なので Y 軸を僕が設定をします。 ここを原点に下向きを y の正方向としましょう。そうするとこの間隔が small d ですからこの極板1の y 座標は small d ということになります。そしてある電荷、large q を貯めているとすればこう電波ができますよね。で、この電波からプラス4はプラス y 方向に電気力という力を受けますね。その結果重力は無視をするのでこの q 位、e、の力で放物軌道を描いて ある条件さえ整えば、あるラージ Q であればですね、ここをすれすれに出社していくんだそうです。まあ、これから、ここをかすめて出社するためには、ラージ Q はいくらかという計算をしてほしいんだそうです。ちなみに、この X 軸方向には力が働きませんから、等速 V0 ですよね。したがって、これは調べるのは Y 方向だけで十分ということになります。さあ、そこで、この力、 これを把握して運動方程式を書きたいんだけど、そのためにはこの E を求めておく必要があります。これは与えられてませんから自分で計算をすると。そうすると Q で E を表すには、電気力線の密度で計算すればいいね。細かくは、これが電気力線の本数。それを極板の面積で割ると密度。すなわち電波の強さ E ということになります。ちょっとこれは整理をしましょう。はい。さあそして、こいつの Y 方向の運動方程式を書き出します。 いいかなまあ、したがって E を代入し両辺を M で割ると加速度の y 成分が得られます、まあ、若干重くなりましたがこれ定数なので等加速度温度ということになりますねそして積分して速度の y 成分 y 座標を計算しておきます、はいえー、ちなみにこの時刻を0とすれば初速の y 成分は0ですねそれからもう一回積分します えー、時刻0の y 座標は0ですね。はい。これで、えー、このプラスイオンの、この出射するまでの運動は把握できたことになります。あとは、ここをかすめるための large q を知りたいんだけれども、まず、えー、x 座標が large l になる時刻は、x 方向が等速 v0 の運動なので、v0 分の l ですね。これをしばらく t0 と書きます。そして、えー、この時のですね、y 座標が問題ですね。 それがスモール D であれば、かすめて出社していくということになりますね。そして、これで実際、時刻 T0 の Y 座標計算を実行します。すなわち、これが、ラージ Q の条件ということになりますね。はい。ということで、ラージ Q がこの値に設定されていれば、ここをすれすれに出社していくことがわかります。ところで、この Q、この値にドンピシャ設定するのは、かなり大変ですよね。 そこで、えー、こでの出題者はある方法を提案しています。はい、面白い問題ですけれども確認をしておきましょう先ほど計算したラージ Q を貯めておけばこのプラスのイオンは適当な電波からの力を受けてちょうど、えー、ここすれすれにね通過して出社していくわけですね、うん、ところがこの Q をですね先ほどの値に設定する方法としてこんな提案をしています まずは適当にですね、Q よりも大きな電気量をコンデンサに溜めとけと。そうすると電波はちょっと強いわけですね。従、まあ、ってこいつに強い電気力が Y 方向に働くことで飛距離が伸びません。このように、えー、この極場に捕捉されてしまいます。でも逆にこれラッキーなわけですね。こうやって電荷を、えー、捕まえてあげれば、この電気量を次第に 弱めていくっていうか少なくしていくことができますね。それでだん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 この球に近づけたらどうですかと提案してあります。ただし、それに応じてこちらも変わらなければいけないので、どちらかの曲番をアースしなければいけないと言ってるんです。さあ、どちらでしょうね。念のための考察をしておくと、こちらにアースしてしまうと、地球とつながることで、この曲番、 えー、適当な電荷を供給することもできればあるいは、えー、邪魔な電荷をですね地球に逃がすことができるようになってしまいますでこの場合こちらが変われない関係でこの球は地球に逃げていってしまいますということは、えー、この電波は強さ相変わらず変わらないわけでまた飛距離が伸びない電荷がここに捕まってまたこれが出ていってしまいますねつまりこれではあの電荷をですねこう変えていくことはできないと一方ですねこの極番にをアースしたらどうなるかというと 今度はですね、この極板の電荷、必要な分だけ電荷を供給することができるし、邪魔な電荷を地球に逃がすことができるわけですね。そうするとこちら、スモール9が補足されると、地球からですね、マイナス9が自動的に供給されて、この絶対値は等しくなります。そうすると、溜めた電気量が少し減ったのわかりますかその結果、電波が少し弱まりますよね。したがって、次に打ち込まれるイオンは少し飛距離が伸びることになります。 で,でまた補足されるとそうすると地球からマイナス9が供給されてですねまた減りましたでまた電波が少し弱くなる、まあ、こういうことを何回かこう繰り返していけばどんどんね、えー、この飛距離が伸びていくじゃないですか<え>でやがてですねこの電気量が急になる時が来るでしょうとそうすると、えー、イオンがですね、えー、ちょうどここをですねかすめて出社していくようになるのでもうこれ以上この溜めた電気量は変わらなくなってしまう。 こうやってですね、ラージ Q を実現したらどうですかと提案している。いいですね。まあ、今の説明で、R すべきはこの極番2ということになります。さらにですね、この9 0から9になるまでに、スモールキーを何個補足しなければいけないですかと問われていますけれども、これは算数ですね。マイナス0からスタートして、 えー、small q を n 個を補足して、えー、このマイナスラージ q になったとすれば、n はこの式で計算されることになります。で、ラージ q に先ほどの計算結果を代入し、整理をしますね。はい。これが補足すべきイオンの個数ということになります。いいかな。これで、えー、q はドンピシャね。えー、望む値を設定できますよと言っています。はい。あとはですね、えー、この出社時のシータ。 タンジェントシータを計算しなさいと言っていますが、これは、え、X 成分は V0。で、Y 成分は先ほどの Y ドットで計算ができます。え、ここを通過する時刻は確か V0 分のラージ L でしたから、これを使ってタンジェントシーターが計算できます。で、ラージ Q にはやはりこの値を代入して整理をします。これが出社時のタンジェントシーターということになりますね。これちょっと後で使いますから覚えておく。さらに、え、このスモール D は、 どうも変えることができるみたいでただしかから、D、までしか変えることができませんこの変域でいうとタンンジェントシーターも0から L 分の 2d この範囲でしか変われないということになります、えー、こうやって m 点を通過したイオンをですね今度は磁場を使ってターゲットに当てるということを考えますまあ磁場は先ほど言ったようにこの大きなコイルによって作るんですね ここに電流を流すと磁場ができますよね。で、この電源電圧は、このような波形で加えるんだそうです。いいかな、えー、この t' とか t は、ちょっと長文の中に説明がありますが、今、さらっと説明しておくと、t' はね、m をイオンが通過してからターゲットに当たるまでの運動時間です。その間だけ、どうも磁場をかけたいと。それから、えー、この large t は、イオンを発射する時間間隔なんだそうです。いいですね。さあ、ところで、 この電源電圧に対して電流あるいは磁場がありますよね。これは必ずしも同じ波形にはならないんですよ。なぜかというとコイルというのは少なからず自己インダクタンス L を持っているんですね。この L によって電流は重くなるという話を繰り返し授業で説明しましたよね。まあ、仮にですね、L がえゼロ あるいはですね、限りなくゼロに近ければ、非常に軽やかに電流は変化できるので、まあこれと同じ波形になるでしょうね。で、ちなみに電流と磁場も完全に比例すると思って構いません。ですかだから磁場も同じ波形ということになります。ところが、えー、若干でも L があれば電流は重くなるので、従ってこういう指数関数カーブになってしまいます。ですね。えー、ちょっと波形が違ったものになってしまうと。 もっと L が出かければ、もっともっと形が崩れてしまうんですね。はい。ということで、えー、この電源電圧と同じ波形の磁場をかけるためには、L はどうしたらいいですかこれはできるだけ小さくするということになります。この小さくというのを選択するんですね。はい。で、えー、この後はですね、もう L がかなり小さい場合は考えますから、同じ波形の磁場がかかっていると思って議論を進めて構いません。 じゃあ具体的に磁場中での運動を確認をしましょう。これが、え曲、ー、板の右端の、あの、M 点ですよ。で、ここから磁場の影響を受けて運動しますけれども、M 点通過時の速度はこうでしたね。X 成分の大きさは V0。それからシーターを我々も把握をしています。知ってるんですね。そして、磁場に対して斜めに打ち込まれたことになりますから、確か磁束線に絡みつくように、 らせん軌道を描くとということは計算をしなくても分かりますね。で計算の都合この磁場に直角な速度ーブの大きさが必要になります、えー、しばらく僕「U」と書きますけれどもみんなこれどうやって計算しますかもちろん先ほどの y ドットでも計算はできますけれどもちょっと結果が重いよねで今となってみればね、えー、v0 これ与えられてるしシータ。 我々知ってるわけですから、この V0 とシーターで計算した方がお得なんです。V0、タンジェントシーターと計算ができます。そして、タンジェントシーターは L 分の2、small d でしたね。ですから、これが U の正体です。そして、しばらく U で議論を進めますが、最後の答えの段階では U をこのあたりに戻してください。で、この螺旋軌道の解析はいいですね。まずは、例えばこちら方向から眺める。 つまり、磁場に直角な平面の遮影を考えます。で、この方向の眺め方で言えば、磁場はスクリーン直角手前になりますね。それから、この方向から見ますから、速度の成分、この U が見えることになります。この時点で計算をしなくても、えー、この遮影はですね、速さ U の等速検度と思って構いません。さらに、この瞬間のローレンツ力。この U と B を見て計算して構いません。えー、そうすると、この向きの Q、U、B ですね。したがってこの力を更新力として運動するので回転方向はこの図だと時計回りということになりますあとは必要に応じて半径周期などを計算するとそれでは要求に応えていくことにしましょうこの M からですねラージェル離れた場所にターゲット P がありますねそして磁場、えー、に平行な方向には等速 V0 の運動なので的に当たるとすれば m を通過してから v0 分の l 時間がかかるということがわかります。これが m から p までの運動時間で t ダッシュの答えなんですね。さらに、この回転半径周期を出しておこう。それは、更新方向の運動方程式を書けばいいですね。そして、半径が求まる。で、そうすると、1回転にかかる時間、周期は、この1周の長さ 2πr を速さ u で割ればいいですね。で、r に 計算結果を代入します。これで1回転すると。そうすると、一応確認してほしいのは、線分 MP。それをですね、T0 ごとに横切ることになります。T0、もしくは 2T0、3T0 に線分 MP を横切るわけ。したがって、的に当たるためには、この T' は T0 の整数倍になってなければいけないよね。どうかな で、先ほどの結果を代入して、B の方程式を作ります。B はいくらですかと問われていますから、変形をします。1だったら1回転して P に当たる。3だったら3回転して P に当たるということを意味します。で、これ問題に条件があって、できるだけですね、流す電流を小さくして命中させたいと言っています。それはすなわち言い方を変えると、できるだけ弱い磁場で命中させたい。 と言っているので、えー、できるだけ小さな N で実現をしたいということは N が1ということになります。すなわち、1回転して、えー、的に当たるということになるかな。さあ、これで軌道がもうはっきり決まったことになるので、えー、その軌道をですね、上から見た作図をしてくださいと言ってるんですね。これ、上から見ていますから注意してください。で、えー、気になるのはですね、この破線の間隔がしっかり π 分の d と。 プロットされてますねこれ正確に作図するためにはこの半径を把握しておく必要があります。と半径は先ほどキュービーブの mu と計算してありますよね。で b には今回の計算結果 u には先ほど準備しておいたものを代入します。なんとちょうどですねこの π 分の d がこの螺旋の回転半径なんですね。はいそして m から1回転して p に当たるということ。 それから一旦この図だと、えー、線分 MP から一旦左にずれますよね。で、また戻ってくるということに注意しながら図を書きます。あと、螺旋軌道は上や横から見ると制限曲線になりますから。ですね。これがお答えになる。はい。どうかなえー、ここまでもね、ちょっときつい人もいるかもしれないですね。そして、えー、最後のあと一押しなんですけれども、 まあ、カミングアウトすると、この問題は僕ですね、初見ではかなり時間かかってしまいました、まあ。いろんな余計なですね、考察をしてしまった関係なんですが、分かってしまうと非常に簡単な質問だったんですけれどもね、まあ、それを考えてみることにしますで。一応状況だけ整理をさせてください。例えば、今ですね、この時刻に発生したプラスイオンを考えましょう。としばらく磁場は発生していませんから力は働かず、等速直線運動を起こすと。 そして、えー、近代さんに侵入してくると、電波の影響で、ホブ線軌道を描いて、M 点、すれすれに出射していくわけですね。で、この T' というのは、えー、この M から P までの運動時間なので、その間、ちょうど磁場がかかっているおかげで、螺旋軌道を描いて、P に当たるということになります。いいかなで、しばらくして、この T がイオンの発生間隔なので、えー、次のイオンはこの時刻に発生することになりますね。 あとは、えー、さっ先と同じ繰り返しになるということがわかります。さらに、ある確認をします。もし、イオンがですね、えー、ここを動いている間に、たまたまコイルに電流が流れて、磁場がかかってしまったとします。そうすると、このイオンの運動はどんな運動になるか。うん。平行ですね。ということは、ローレンツ力は働きませんから、相変わらず、等速直線運動をこしてくれます。さらに、こんなことも言います。 磁場から、えー、こいつが受けるローレンツ力は働いたとしても磁場に直角なので X 成分は0なんですね。それから電波からの力は先ほどの Y 方向に働く力ですから X 成分は0なんですね。ということは、えー、どこを動いている間もですね絶対にこいつに X 方向に力働くことはないんです。なのでこの速度の X 成分は常に常に大きさが V0 ということも保証できます。いいかな そして最後の確認は、もしこのコンデンサーの間をイオンが動いている時にですね、こう磁場がかかってしまったとしましょう。そうすると、これはですね、ローレンツ力と電波からの2つの力を受けて、ちょっとここでは簡単には説明しきれない複雑な運動を起こしてしまうんですね。まあ少なくともさっきのこの放物軌道を描かないでしょうから、M 点を通過しない。すなわちはターゲットに当たることはないでしょうね。そして、 え問題の要求はですねこの M 点を通過したイオンその全てをですねこのターゲットに当てたいそのためにはこの LargeT は最低いくら以上に設定すべきですかという質問なんです、はい、さあそうすると例えばですね N 番目に打ち出されたイオンが、えー、ちょうどですね M を通過してでここからまあ、磁場がかかりますよね で螺旋軌道を描いて、えー、やがてこの P 点に当たるでしょう。これは問題だね。ところがその後続のイオン、考えましょう。もし、えー、その次に発射されたイオンが、えー、この時ですね、コンデンサーの中を動いていたとします。そうすると磁場がかかっていますから、こいつも絶対に M 点を通過しない、ターゲットに当たることもできないわけですね。すなわち、えー、あるイオンがここを運動している間、次のイオンは、 ここを動いていってはダメなんですね。えー、ただし、この辺を動いている分には構わないの。したがって、このイオン間の X 座標間の距離、それは V0 ラージ T と書けますけれども、この距離が問題で、これが 2L 以下だとダメなんです。2L 以上でなければいけないと。いいですね。従、まあ、って、T がですね、V0 分の 2L 以上に設定されていれば、M を通過したイオンは全てターゲットに当たることになります。